核栄ガス株式会社は東京都渋谷区に本社を置く一般ガス事業者。埼玉県と千葉県の5カ所の核栄団地として分譲された地域において都市ガスの供給を行う。社名は創業者の角田式日から取られており、田中核栄元内閣総理大臣との関係はない。昭和30年代、角田式日が率いる建設会社の核栄建設が 埼玉県所沢市の鞘山が丘各営団地の分譲を開始するが、この住宅分譲地では当初より核営ガスによるものではないが都市ガス設備、上水道や商店街などが整備計画されていて、これは当時の住宅水準として高度水準なものであった。会社としては同団地の分譲当時を機にガス事業進出の準備を進めており、 埼玉県川越市の霞ヶ関各営団地の造成が始まった1964年5月、資本金2000万円で各営ガスを設立した。翌1965年10月、霞ヶ関各営団地において都市ガスの供給を開始した。1971年、千葉県桜市の静津営団地にて都市ガスの供給を開始、千葉県に進出した。その後、 前述の2地区を含め埼玉、千葉の5地区で都市ガスの供給を行うこととなる。1987年、角田は核栄建設の経営権を日本長期信用銀行に譲渡。代わりに同銀行が保有していた核栄ガスの株式を買い取り、ガス事業以外からは撤退した。ありがとうございます。